落語というものは、シャレが固まったようなものが落語でございましてな、シャレというものをまた世の中にはどれほど活躍するか知れません。だからシャレを言ってわからないって言うと、なんだあの野郎はなんてことを言うな。シャレというものは面白いものでございます。よくこの初馬の安頓になんぞ書いてあるんで、おつなシャレがありまするもんですな。ゴミ取りに目がくっついていて、ゴミ取り眼ですとかな、お地蔵様が電話かけてて地蔵電話なんて、こういうのは面白いもんでございましてな。蛇から血が出ていて蛇血でなんてのは、これみんなシャレから出ているんだ。商売となってみると何でも優しいものはありませんもんで、そのうちでまず今はってデパートとなっておりまして、一軒の呉服屋でいろんなものを売る。以前はって呉服屋呉服屋下駄屋は下駄屋、何でも商売が別々になって、古着屋ってずっと古着ばかり並んでいるところを、があります。古着を買おうってそこ行って古着を買うもんですな。道具屋って道具屋ばかり並んでいるな。道具屋でもピンからキリまでありまして、いいものを扱ってるのは骨董屋と言いましてな、こういうところには自信高いものがある。またこの夜店屋なんかで店頭干しっていうのがあるよな。そこのとここう見るってとまたこいつは面白いね。こっちにはこのね、今でもありますよ、どうかするってとね、古い靴の破けたんだとかね、こっちの方に、昔の神がさんのはげたんだろうね、なんてわけのわかんねえもんが、またそういうとこに来る人はそういうとこに来る人で、またこのなんか、なんだね、こうなんかこう珍しいもの欲しいが、なんかねえかねえ、どんなもんがいいんです、どんなもんがいいんですって、だってこっちにあってこっちにあるってまあ嫌なんだよ、人の持ってねえもんが欲しいんだよ、手紙をかけ字にしたのはどうです、そんなのは面白いな、どういうんだい、鎮西八郎為朝のところにね、小野小町のやった手紙があるんですよ。おめえ鎮西八郎為朝のところで小野小町がやった手紙って、おめえ時代が違う、あるわけがねえよ、あるわけのないのがあるから珍しい、本当変なのがあるもんですな、そっちの方の楽譜ってのは何だい、これは書ですがね、なんと書いてあるんですか、古いんで字がよく分からないんですよ、古いんでな、よほど古いね、買ってみようかな安きゃって、ね、こういうの買った人はね、ことによったらこれは小野の豆腐の書いたもんじゃねえかななんてなこと言ってな、あくびしになって血の当たってるところでよく見るとね、今川焼きしてあったなんかそう、そういうようなもんですな、だからこの道具屋もいろいろあるんだ。中にはゴミてえのを扱ってる道具屋があってね、満足のもの一つもないのは、水がめがありゃ漏るしね、半導がありゃ破けてるし、始末に悪いのが、売っても売らなくてもいいんだっていうような顔して、こういうところの親父はポーッとしておりますよ、女房のがはっきりしてるのは、ちょっとちょっとお前さんはね、また逃がしちゃったのかお客を、どうしてそうお前さん商売下手だろうね、いただろうねったって買わねえものはしょうがねえじゃねえか、向こうで嫌だってものを無理に捕まえて買って帰ったわけにいかねえだろ、俺気に入らねえからって聞いちゃったんだろ、気に入らないからって気に入らないようなこと言うから向こうで嫌になっちゃうんじゃないか、花は向こうじゃなんだかこう大変欲しそうだったろ、道具屋さんこのタンスはいいタンスじゃねえかなって向こうから言ってきたじゃねえか、したらお前さんがいいタンスですともうちの店に6年もあるんですなぜそういうことを言うの、6年あるってのは6年売れないであることを言うようなもんじゃないかね、この引き出しをちょっと開けてみてくんねえかったら、この引き出しがすぐ開くくらいならもうとうに売れちゃうんです
どうもどお客も、なんだんじゃこれ開かねえのか言ったら、いや開かないことはありませんけれども、この間無理に開けようとして腕くじいた人がえ、そうしたら腕くじいたって、じゃあおめえタンスを開けるために腕くじいちゃしょうがねえじゃねえかって、何腕もむしこう人を抱えときゃいいで、誰がそんなもの買うよ。呆れたね本当に。お前さんはね、あのね、売らなくちゃならないっていうものを売らないで客に逃がしちゃって、何売らなくてもいいなと思うようなものを売っちまうんだからね。え、去年だって向こうの米屋の旦那がうち遊びに来てね、奥で使ってるしばちを見て、甚平さんこのしばちは面白いなったらよかったら持ってらっしゃいってんで、え、売っちゃったからうちにしばちがなくなっちゃったよ。え、寒くなったまた向こうの米屋当たりに行ったりなんかしてるからね、向こうの米屋の旦那がすいてたよ、なんだかしばしと甚平さんと一緒に買っちゃったようなこんにちすって、ね、いいよよかないよ本当に。何一つ買ってこないんだからね、儲かるようなもんで買ってきて少し私にあって言わしたらどうだい、いつでも損しやがんだからね、うん、お前さんの商売の下手ってのは私はもう何歌って損してんだ、だからこっちはあなんか食べようと思ったってまた損されるんだからと思うんだから、だからこの頃随分胃が丈夫になっちゃったよ本当に。今日はお前さんはあの何言った一言っただろ、一どうだったい、一か、うん、一はおめえ、人がいたな、当たり前だね、一に人がいなくてどうすんだね、なんかいいものを買ってきたかい、うん、いいものな出たから俺が買おうと思うとね、人が買っちまえなんだよ、その時買ったらいいじゃないか、買ったらいいじゃないかって、その時何か言おうと思ってと舌がすっちゃって喋れなくなっちゃう。お前さんは肝心なとこって舌がつんで、じゃあ買わないの、買わないで俺はね帰ってきようと思ったらね、甚平さんこれ一つね、買ってみてくんねえか、みんなから手が出ねえんだから、一つ男に出してくれってやってね、知らねえからそれ買ってきたの、押し付けられてきたんだ、何を買ってきたの、何を買ってきたの、太鼓、なんだい太鼓、太鼓、それがお前さんは人間がねあにゃもにゃだってんだよ。太鼓というものはね、お祭り前だとか初馬前だとかっていうね、極もんなんだね、それはもっと頭の働く人がはっと買ってはいって言っちゃうもんなんだな、お前さんみたいなついでに生きてるような人にね、そんなもんがねどうにもなるもんかい、太鼓なんて買ってきて、どんな太鼓だい、振り敷きといてごらん、それかい、汚い太鼓だね、また何そりゃ、何って太鼓だよ、真っ黒なそんな太鼓は何だよ、いや古いからね、ことによったらと思うんだ、古いからってお前さんはね古いんじゃ随分損してんだろ、この前も清盛の紙瓶ってのを買ってきやがった、なんであんなもの、そりゃ俺古いんで損したな、清盛の紙瓶とそれから石見十太郎のわらじだけだ、なんだよ本当にお前さんは、第一その太鼓いくらで買ってきたんだよ、で一部なんだよ、そんなもの一部で買って一文だって売りゃしないや、またそれ一部損すんだ、うるせえな、さだ太鼓表出してほこりはたいてみろ、ことによってと買う人があるかもしれない、ないよそんなものほこりなんてはたいたって、ほこりはたいてみろ、太鼓がなくなっちゃうからなんだおいはたいな、なんでおじさんとバーンと喧嘩ばりしてやんおじさんずいぶんこの太鼓汚い太鼓だね、お前はいいんだよそんなことは、ほこりはたきゃってやんで、ほこりが大変だね、ドン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 、なんで叩くんだよ、叩くんだよバカ、お前のおもちゃに勝ちきたんじゃねえんだよ、叩くんだよ、うん、叩いてたらなるんだよこの太鼓、脇を叩くだろ、ダーン、大きな音だねどうも、あこれこれ、へえ、あ今太鼓を打ったのはその方のうちであるか、さえなんとか、ほら始まりやんと、こんちくしょう、ろくなことはしねえんだからな、どうあっち引っ込んだら、
誠に相すいません。太鼓ほこりをはたいておりましてな。うん、太鼓を打ったのはその方のうちだな。さえどん、今お上がお釜でご通行になるとその太鼓の音がお耳に入った。どうも、あの、なんでございます、あいつが叩いたんでございまして、ね、あれはあの新人から預かっております人間がバカなんでございます。もうね、バカはもうああいう顔してますね。あの目をご覧なさい、あれ、あれバカな目でしょ、あれは、あれバカ目って、ね、あれはね、おつけの実にするおかしら。で、今畑っての叩き上がったんです。そのねえやつ、なりは大きいけどもまだあの11なんてございましてな。いや、太鼓を打ったのをどうこう拙者が言ってきたんではないのだ。ん、その太鼓の音が、お上のお耳に入って、どういう太鼓であるかちょっと見たいとおっしゃるから屋敷へ持参をいたすようにな。ことによるとお買い上げになるかもしれんぞ。あ、さようでございますか。へえ、うまく叩きやがったな、こんにちは、また。あの野郎が叩いたんだ。おお、親類のものというか、へえ、親類でございましてね、へえ、人間が利口なたちだよ。よく働くんだよ。なあ、へえ、もう自由になりたい。今11だっつったじゃん。11の時もあったんだ。なんだ。今ねお届けいたします。どうもありすいませんでございます。お屋敷は、はは、分かっております。じゃな、見やれな、あ、はあ、すぐずっと売れるってやつだ。相手はお大名だ。どうだどうだ。そのお前さん持ってきかよ、その太鼓。相手を、これな、相手を、相手だけのお大名だよ。こんな汚い太鼓買うかね。ただお籠の中でドーンという音がお耳に入ったから、どういう太鼓であるか見たいとおっしゃってんで、金巻絵かなんかしてある、きっといい太鼓だなと思ってみんな待ってるんだ。そこへお前さんがそのすすの塊みたいな太鼓を持ってってごらん。相手はお大名っていうものは贅沢だよ。買い物むさい太鼓を持ってまいったら、どんや、何であるかその方は、これこれ、あの道具屋当分返すな、なんか言われると家来だったなんですから、何だ貴様、もっとこっち帰る、引きずられてって庭の町の木ダーッてやる。お前なかなか返してくれやしないからな、縛られてるうちに大きなアリやなんかに刺されたりなんかして、アリに刺されて帰ってきやがれ。俺は行くのよそバーバーシーだけども行っとこないよね。どうだか分かんないけどもさ、だけどお前さんに言っとくがね、向こう様でこれはいくらだったと言った時にだよ、お前さんは儲けちゃいけないよ。儲けると思うと向こうでいらないって言われちゃうよ。一部でございます、一部で、一時で買ってまいりました、高専はいりませんかって言うと、いいかい、いいよ、大丈夫だね、大丈夫、しばしてくれ。なあ、お前さんはね、自分はね、普通の人間と同じ思っちゃいけないんだよ。俺は人間が足りないんだなと思っていないといけないよ。私、ごらん、どんどんお腹ばかり減ってっから、しまいにおへそが背中に出ちゃうんだ。うるせえ、かかわだね、あいつはね、てめえ、あんな女ねえねえ、あれはな、どうも情けないよ。ああいうのはずずしいから生涯うちにいるよ。ちゃんとテンションなめてやんだな、お前さんも頭が働かねえとかなんとかかんとかって言ってやんだよ。何を言ってやんでてんだよ、本当に嫌ならどこ行っても行きゃわるってんだよ。なんだよ、女なんだ世間にいくらもいるんだ、本当にふざけやがって、まんまにしちゃってた、本当に叩きだぞ。こんにちは。なんで変なやつが来たの。おー、大将その方は威勢のいいやつだな。なんだな、道具屋でございます。おー、道具屋か、今達しがあった、入れ。どうもありがとう。な、どう、いいお屋敷だね、これはね。屋敷のいいわにしはこの太鼓が汚ねえね。これは買わないよ、こりゃね。これは追っかけられる方だよ。向こうが追っかけんなら追っかけやがって、こっちは逃げ自宅してね。
何でも金か逃げちゃうからいいからな。どうお頼もうします。どれ。うん。なんだその方は。道具屋でございましてな。おうおう。太鼓おじさんいた人。あ、そうか。うん。こっち上がれ。こっち上がれ。どうも先ほどは。うん。ああ、太鼓そこ出してんの。うん。それか。え、これでございます。うん。いや、最前なんだ。店で見た時より。お時代がついておるな。ええ、時代がついてるったってもうね、時代ばかりですよ、こりゃ。今、お上にご覧に入れるから、そこに控えておれ。これ、向こうに持ってって見せんですか。えそれ、おいしなさい、見せんな。見せないでくださいよ。で、どうす。で、あなた買ってください。なんで、拙者が買うんだよ。ご覧に入れる。ええ、ご覧に入れる。これよりも綺麗にならないんですな、この太鼓どうでしょう。で、いけなければ私は持って帰っちゃうんで、無理に売るんじゃないんでございますか。え、どうぞ一つ。え、あのもん買いやしないからね。これの太鼓、どうやーとかなったらね、さよならって逃げちゃう。で、まずね、太鼓だけ損すればいいんだからね。そういうもの、当ててきた。いけなかったでしょ。いやいや。大層おかみは御意に通るぞ。うん。拙者には分からんけどな。あの太鼓をいくらでその方は手放せるな。いくらで手放せるな、なと言いますな。うん。いくらぐらいで売るのだ。いくらぐらいでしょうか、あれは。いや、その方が言うのだ。いくらって言いますがね、そこに事情があるんでございますから、どういうような具合にいたしてよろしいもんでありますか。ただそこを相談したいと思いましてな。わからないその方のこと。大層その方はあれをなんか考えとるな。うん、いや遠慮なしに言ってみる。遠慮なし、よいか。お上は御意にいらなければ求めんのだ。良いからお上は御意に買うのであるから、いくらってことをはっきり言え。え？いや、かようなことを申すと拙者が大変不忠に当たるけど、その方も飽きんどだ。なあ、飽きんどは儲けるときに儲けておかんと今度は損ができん。いくらであるってことを言ってみろ。金子のとこは計らってやるぞ。手いっぱいに言ってみろ。手いっぱいね。じゃあこれより手っ配のないってとこは私が言いますから、高かったら値言ってください。うん、変な売りは。でどんなもんなんだ手っ配と申すのは。こういう具合になる。手っ配といってその手をいっぱいに広げちまうってのは分からん。それはいくらというのだ。で自慢料って。それは高いであろう。高いんですよ、それはもう。うん、これが手一杯なんですから。ええ。で、仮に、値切ってください、負けるから。ね、あなたの方で値切れば、どん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 負けますよ。ええ。今日一日負けててもよろしい。おお、もうその方の言うことは変だな。では、このくらいのところというところを拙者が切り出すから。それでよかったら飽きないですな。いくらなんです。300金ではどうだ。え、300金では。300金どんな金です。300300両ではどうだ。何の300両ですかな。わからないやつだな、その方は。小判で300両ではどうだ。本当の小判。本当の小判。それで売れるか売れぬか。ないと売れんのか。売れて、ありがとうございます。大変なんだけどな。売るか。あ、さようか。あ、では受け取りをかけ。受け取りいりませんで、こっちでいるのかけ。こんなもんじゃどうでしょう。うん。判を押せ。判ないんですよ。判がね。だからあなたの判を押しといて。詰め印でよろしいぞ。じゃあこう押します。へい、
いくつ押すその方は、いくつでも負けてきますから。なんですか。あ、少し待っておれ。金相を持ってまいれ。うん。あ、50両ずつ渡すぞ。よいか。50両、100両。はあ、どうも。150両。200両です。なかなか普通。あ、250、300。うん。持ってけ。水行ったくらいだ。うん。水を持ってきてやれ。あ、飲めろ、お前。飲んだか。え、うん。じゃあ、よしんだ。私どもは一旦売りましたものはもう引き取らないことになってまして、ね、これはおじいさんからのなんでございまして、でどういうわけでああいう汚い太鼓を300両で買うんですか。それを私聞かないと安心できないんですがな。おお、その方はあれが分からんのか。うん、うん、そうか。いや、せっちゃんには何も分からんのであるが、我がお上はお目が高い。あれはな、火炎太鼓と申して世に二つというような名器であって国宝に近いものであったと、こういうことを言っておるがな、その方はどこであのいうものを掘り出した。あ、そんなもんですか。あ、わしは知らないんでございますよ。お、儲かった、儲かった。あ、どうもありがとうございます。うん、帰るか。帰ります。風呂敷持ってけ。風呂敷あなたにあげます。うん、持ってけ。へ、どうもすいません。金子は落とすな。落としません。自分を殺したって勘なんだ。殺します。夢じゃねえかなと思うな。どうも、ご門番さん、ありがとうございました。おう、商いがあったか。ありました。おう、そうか。どのくらい儲かった。大きな差だ、そんなことは。そんなことは言えるもんじゃないよ。ねえ、どうです。300両だからな。ああ、一部で売らなくてよかった。うん、一部って出たんだけども、よっしゃった。かかわの野郎、お前さん、一部で一部で売ってやんだよ。ね、こう言うんですよ、女の子と男のバカと使うっていうのは。ね、あいつはね、お前さんは商売が下手で、なんだかんだお前さんと一緒に行ってとお腹が減っちまって、おやつが背中に出ちゃって、ね、何を言ってやんねん、本当に。ふざけやって、亭主を何だと思っちゃうんだ。蹴ったら本当に、うんと音がつけて、腹が減ったら、うん、なんと、ぐやんしょめって、うんと食わして動けなくさしちゃってやる。パンシーが300だ、本当に預かって、しょめ、今帰ってきた。あんな顔して帰ってきやがった。どうしたんだよ。何よ、向こう行って、俺が行ったんだ。行ったから帰ってきたんじゃないか。そうだよ、どうしたんだよ。あの太鼓な、あの太鼓。ほら、見ながら追っかけられてきたんだろう。だから俺は知ってんだよ、持ってくの。二階の戸棚に隠れてしまい、うん、俺になんか口を、何を言ってやんだよ。そんなもんじゃねえや。あんた子はな、うん、あれはなんだ、あれはあれはなんだ、どうした。あのな、向こうへ持ってったんだ。うん、それとやと向こうであの太鼓を見て、いくらだとこう言うんだ。あ、それが一部でございますって、そう言ったんだろ。うん、言おうと思ったんだけども、舌がつっちゃってよ。また舌がつったのかい。うん、それから俺はな、いくらって言おうかなと思って考えていたらば、手いっぱいにえってこう言うから、よし来たってこと。いくらだったの。10万両だった。お前さんはバカがこんがらかっちゃったね。そしたらどうしたい。そしたら向こうで高えってのは当たり前だよ。うん、で負けろって言うから、どん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 負けていってな、うん、しまいにおめえな、うん、300金で元が使わずって300両で売れてたんだ、あの太鼓300。あれは大変ないい太鼓だってね。300両だったんだ。あれ、あの太鼓は、うん、ところ300両持ってきたんだ、小判で。300、本当かい。本当。あら、ちょいと300両。うん、見せてごらん。見せるよ。早く見せ、早くさ、早く見せろってんだ、こんちきしょう。見せやがれ。うんとんで見せるから、こんちきしょう。これ見やがってびっくりして、すらしょんべんしてバカになっちゃう調子で、こんちきしょうな。俺だって驚いたんだぞ。いいか、50両だ。これが50両って金だ。あら、まちょいと何しゃんねん。これ100両よ。ああ、100両な。ああ、後ろの柱につかまれよ。てめえひっくり返るからよ。うん、こう、ああ、どうだ、これ150両。ああ、あと店で、200両だ。ああ、もう少しの我慢でして、250両。あれは、ちょい
ってお前さんは商売が上手。あれだぞ、しょうめん。三百両、水一杯ほら始め。俺だって水を飲んだんだ。どうだ、待て、儲かるね。何でも音のするもんに限るよ。さあ、今度俺半鐘持ってきて叩くよ。半鐘はいけないよ。おじゃんになるから。